頭上運搬をする。人々頭上運搬は、人が荷物を頭に乗せて運ぶこと。世界各地の人類に見られる行動であり、特に女性によって行われる傾向がある。荷物を容器に入れて、乗せたり、荷物と頭の間に輪を挟んで、乗せたり、荷物を吊るした天秤棒を頭に乗せたりする。頭頂部に荷物やその容器を乗せる方法と帯を額にかける方法とがある。レイロイドらの研究によれば、頭に乗せるものの重量が体重の 20% までであれば、十分に修練を積んだ人は、通常の歩行に消費する以上のエネルギーを消費せずに運搬できるが、一定以上より重い荷物や速い歩行の場合に、荷物を頭上に乗せて運ぶことが背中に乗せて運ぶことより効率的であるとは考えられない。薪木を頭に乗せる、お腹目の絵容器を頭に乗せる、乳搾り女の絵日本では一辺商人絵伝や、北の天神演技など、中世の絵巻物に頭上運搬が行われていたことが記録されている。京都に芝、薪木、花を売りに来る、女性商人であるお腹目、白川女も、頭上運搬をした。近世以降この運搬法は、廃れる傾向にあったが近代でも、西日本の海沿いの地域に伝統が残った。この運搬法は、日本各地で、いただく、捧ぐなどと呼ばれた。アイヌは荷物を背負う際、背負い袋や背負い子に取り付けた荷縄を頭の額の部分で支えた。沖縄では、ティルと呼ばれる竹籠を頭上に乗せて運搬した。国領地方では、ティルの紐を前頭部に引っ掛け、荷は背に乗せる。北西ヨーロッパでは、中世に女性が重く持ちにくいものを運ぶ手段として、頭上運搬をしていて、遅くとも14世紀までこの習慣はあったが、19世紀、中盤までにほとんどなくなった。八木宗三郎、頭上運搬人類学雑誌ボリューム32ナンバー、10P296 から299、ABJ、ビテルホワイドウィメンキャリー、シングス、オンゼアヘッズ、ザ・ヒューマナティスブログホワイドウィメンキャリー、シングス、オンゼアヘッズ、ウィメンズワークインルーラルイングランド、1500の1700奈良県飛鳥村関西、大学文学部考古学研究室国部隊。古墳巨大古墳築造の謎解説書2012年、P 波、太田新平民泊のお宝頭上運搬要理2013年10月18日、観光 ABCD 須藤勲、フォークロアのメッサン運ぶ、生活に見る、運ぶの書総978から4から3360159699、ザート&サイエンスオブキャリングシングス。オンユアヘッド、バイジェシカドウェクオーガスト、27-2016 時25分、PM、ハット・アール・ロイド・エトール、A Comparison of the Physiological Consequences of Head, Loading and Back, Loading for African and European Women, 109、ピアニッシモ、607から616、ドイ、10、1007、S00421010139559、ABCEC のボリューズオート、ブッドオート、いただきさんアワーミュージアム第56号2015年7月31日、発行 ABC 横でように日本中世における身体技法について、体の姿勢を中心とした、詩論1995、橋本明子、第64回、いただきさん、ナフマガジン新潟食糧農業大学、京都近郊農産村における芝、薪木の行商活動2011アイヌと自然デジタル図鑑月刊白12月号エカシレスプリ14になわあれこれ。ありがとうございます。